2016年リオデジャネイロオリンピックの閉会式では2016年8月21日午後8時からリオデジャネイロのエスタジオド・マラカナンで挙行された2016年リオデジャネイロオリンピックの閉会式について記す。今大会はすべての式典を含めた総監督に映画監督のフェルナンド・メーレリスが務めた。また閉会式には ミシェル・テメル・ブラジル連邦共和国副大統領及び大統領代行は欠席する代わりにロドリゴ・マリア下院議長が出席。一方、次回開催国の日本から安倍、新蔵内閣総理大臣、小池由里子東京都知事、松野博和文科省が出席した。喜びと祝福を式テーマとし、3倍以外のブラジル各地伝統のブラジル音楽も用意された。 まず開会式にも登場したアルベルト・サントス・デュモニアクの俳優が腕時計を見るとプロジェクションマッピングで南米大陸や古都競馬が出現し閉会式開始までのカウントダウンが行われた閉会式は初めにバルバトッキの曲バイアナとブルーニトロピカル・アドベンチャーで使われたビューティフル・クリージャーズに合わせ南米の野鳥に噴した多数のダンサーがブラジルの名所 カリオカ水道橋、ポンジアスーカル、コルコバードのキリスト像、ロベルトブーサクのブラジル庭園を通るケーブルカー、リオデジャネイロオリンピックのエンブレム、ゴリンマークの順に一文字の隊列を組んだ。続いて、マルチーニョ・ダ・ビラが楽曲、カリニョ・ゾや、アスパストリーニャスを歌った。マリア・ブエノがブラジル国旗を持ってくると、その時にブラジルの国歌を歌っている。 ブラジル各州出身27名の少年少女合唱隊がブラジルの国旗の星の配置につき国旗が掲揚された選手入場右は掲揚されたオリンピック旗とブラジル国旗カルメン・ミランダをオマージュしたカラフルな衣装をまとったホベルタサーがティコティコのオフバーに乗って登場選手入場が終わり花火が打ち上がるとノルウェー出身 DJ の介護が現れ 介護選曲のオリンピックチャンネルの映像で大会のハイライトシーンを振り返った。その後、五大陸のメダリストが登壇。セラダ・カピバラ国立公園にも、ある古代南米文明の壁画がフィールドに出現後、探検員の女性探検隊員が発見した、インディオの幾何学模様を模したインディオ風のダンサーが、インディオの子供たちが神々を称える時に歌う曲を歌い踊った。 アルナルド・アントネスによってポルトガル語で、し、なおそう、大モーメントな、ビーダグロリサ、ーサ、H ・タンムーマトリステーザが読まれ、ブラジル北東部の伝承家、ムレール・レンデーラを歌いながら、アフリカ系女性たちのアズ・ゴネディラス・デイ・タープーが、巨大なレース編みを行った。サザナミを合図に、現地ブラジルで最も有名なダンサー集団、グルーポ・コルポが、入場、トン、ゼーの楽曲、 パーラベロや全身を使い、ブラジルのダンス文化を表現した。アーザブランカが BGM に変わると、頬が地表から現れた粘土人形ダンサーによって表現された。前回のロンドン大会同様、男子マラソンの表彰式が閉会式で実施された。IOC の新しい選手委員に任命された選手たちが紹介され、大会を支えたボランティアに、 花束が贈呈された後、シンガーソングライターのレニーニがボランティアへの感謝の替え歌をハンド型着ぐるみのボランティアに取り囲まれながら歌唱後、オリンピック検証に従い、ギリシャ国旗形容とギリシャ国家水槽、続いてオリンピック機構のと退場に合わせ、開会式と同じくブラジルのスラム街出身の子供たちによるオリンピック参加が放送された。土管から登場し、 右腕に赤い玉を抱えながら、左手で、マリオ棒を掲げる、日本の安倍晋三首相2020年、東京オリンピックに向けて、リオデジャネイロから東京への五輪記の授受を行う、フラッグハンドオーバーセレモニーが行われた。式全体のクリエイティブスーパーバイザーを務めたのは、佐々木博史と音楽監督も兼任する、シーナリンゴの二人、総合演出と演舞振付には、 ミキコが、そしてクリエイティブディレクターとして、電通の菅野香織が参加し、この4名で、クリエイティブチームを構成。アドバイス担当は、宮田良平、竹内誠、オリンピアン、小谷美香子、パラリンピアン、田口明の4名で構成された。各パートの音楽はシーナ自身の楽曲の他に、三宅淳、HZ リオ、中田康隆の楽曲が使用された。 東京を紹介するプロモーションムービーの映像は制作チームのチーフ映像ディレクターとして映像作家の小玉祐一が手掛けた演出にあたってはいかにして現代の東京を表現するかをめぐって4人の間で激論が交わされた結果現代の日本の中に気づく目に見えない伝統を表現するという方向性が定まりあえて日本的なものを排除し精密な動きなどで 日本人ならではの規律や調和を表すことになった。選曲にあたっても、小全体の演出と振り付けを担当したミキコから、渡された音楽資料からミキコのイメージする音楽を組み取ったシーナは、それまでの日本の国家的大型イベントで多かった、伝統楽器で演奏されるような、わかりやすい和の曲はあえて選ばなかった。式ではまずオリンピック期が、 エドアルド・パイスリオ・デジャネイロ市長から IOC のトーマス・バッハ会長、そして次期開催都市東京の市長である和服姿の小池百合子都知事へと引き渡され、続いて次期開催地である東京の8分間にわたる紹介演技が披露された。日本の国家である君が代が首相と日本国旗経営用の後から始まったありがとうフロムジャパンでは、 全面赤に染まったリオの会場のフィールドがトヨタウィングレットに乗って移動するパフォーマーたちの動きによって少しずつ赤い部分が中央に収束して白い部分が現れその表面に日本国旗を模した巨大な日の丸が登場したその後色が反転して地面のスクリーンに赤く表示されたリオの文字が徐々にホルトガル語のオブリガードや日本語のありがとうのローマ字表記 ありがとうに変化した後、英語のサンキュー、フランス語のメルシーなど、様々な言語でありがとうを意味する赤いタイポグラフィが表示され、その形の一文字が解散する映像に切り替わった。ここから映像パートに切り替わり、前半はウォーミングアップ東京2020をテーマに、ドバシココが渋谷スクランブル交差点で演技するところからスタートした。 シーナのチチンプイプイが流れる中、雷門前で背負い投げする、安倍ひふみ、首都高速をネットに見立てて、打球を返す加藤美優など、若手アスリートらによる競技イメージと東京の名称を組み合わせた映像の、間にアヤバンビのダンスや、キャプテン翼、ドラえもん、ハローキティ、パックマンといった日本を代表する漫画やゲームの人気キャラクターたちが、次々と登場した。 映像パートの後半では、HZ リオ、ネオジャパネスク、ゲットハッピーのミックスをバックに、北島康介から、ハローキティを伴奏者にした、高橋直子、大空翼のオーバーヘッドキック、パックマンとパンチを繰り出す村田亮太とリレーされた、赤い玉を受け取った、安倍首相が、リムジンの車内で、マリオに変身、ドラえもんが、渋谷の街に建てた土管をマリオが通り抜けると、 映像パートが終了し、マラナ館に現れた土管からマリオに噴した安倍首相本人が登場するという演出が行われた。その後、中田康隆の1620が流れると、東京で実施予定の33の競技が CG や AR を使用したアニメーションで紹介されると映像が会場に切り替わり、エレビンプラや20人の青森大学男子新体操部を含む、 総勢50人が参加したダンスパフォーマーたちによる光るワイヤーフレームを使った様々なスポーツをモチーフにしたアクロバティックなパフォーマンスが披露された。曲がシーナが提供した望遠鏡の外の景色に変わるとフィールドに東京の夜景が映し出されダンサーの手拍子を挟んで衣装を変えたダンサーによる応援団をモチーフにした応援の舞 手端信号で感謝を表すありがとうの舞。日本の礼儀作法を取り入れた表なしの舞という三種類の舞が披露され、徐々に中央に集まった彼らの持つ、光る四十五の四角形のワイヤーフレームによって、東京五輪の一松模様エンブレムが形作られた。あと、土管の中から、東京スカイツリーを模した塔が出現。フィールドに、富士山を背景に、東京の街並みを表した影へと、 シーユイン東京というメッセージが映し出され、安倍首相のシーユイン東京の掛け声で、ボールが北島に手渡されたのを合図に、スーパーマリオブラザーズのコースクリアファンファーレと共に、日本をイメージした赤と白の花火が打ち上がって、パフォーマンスは幕を閉じた。なお、この花火の演出を担当したのは、池畑信弘である。カルロス・ヌズマン五輪組織委員長、 バッハ IOC 会長の挨拶が行われ、リオ市民にオリンピックカップを授与すると発表。その後、バッハ会長が閉会を宣言した。リオのカーニバル風パレード間もなく聖火が消される。聖火台とマリエニで、カストロブラジルのサルバドール出身の歌手のマリエニで、カストロが聖火台を背にし歌い始めると髪型から人工雨が降り注ぎ、やがて聖火を呼び、 太陽の明かりが徐々にキエオブジェの旋回が止まり、オリンピックの閉幕を告げた。その直後に会場中央に木が現れ、成果を消した雨は恵みの雨となった。その後、カストロが歌う曲をサンバ朝のシダージ・マービリザに変更すると、神戸市出身のパシスタである工藤恵美等の250人で構成されたリオのカーニバルの一行が、 フロート社と共にダンスを披露し、閉会式は幕を閉じた。同年8月22日7時30分11時35分に NHKE テレで生中継された。また、テレビ朝日でも同日12時14時に録画放送された。7時45分から NHKFM 放送にて生中継された。ありがとうございます。